くり侍。はい、どうもマコトちゃんです。どうもよろしくお願いします。イエーヘ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 ーということで、今週も、始まりましたべしゃくり侍でございます。よろしくお願いいたします。あ、ほいちゃんどうもこんばんはですね。みかんありがとうございましたね。うちの津田マネージャーから連絡ありました。ね、ぽいちゃんから来てるよと。ね、ありがとうございます。これを食べてですね、また弦を担げたらいいかなと思っております。ね、ケンタロウさん、どうも、マコトちゃんです。今週もよろしくお願いいたします。ね、おあらら、バクさん、お久しぶりです。マコトちゃんです。ね、待ってましたよ。ね、久々のツッコミお待ちしておりますね。あゆあゆさんですか。あ、はじめまして、まことちゃんです。どうもね、よろしくお願いします。ありがとうございますね、コメントいただいてね、もうゆるい感じでバンバン投げていただければね、もうみんなでワイワイ喋れたらいいかなと、思っておりますね。毎週この時間木曜日やってますんで、よかったらね、来週は違うか、木曜日来ていただければ、嬉しいかなと思っておりますね、よろしくお願いいたします。お、千尋さん、どうも誠ちゃんです。今日は浅草から、見てます。おお、近いじゃないですか。あ、そうかそうか、東京にいるって言ってましたもんね。東京上陸おめでとうございます東京出陣で、ね、よかったよかった。ぽいちゃん、1個 500g あるので19個しか箱に入りません。いや、すごいですね。1個 500g、 2つで 1kg、 結構な筋トレになりますよね。こうね、こういう感じでねね、はー、あれ 500g もあるんですか。いや、でかいな。でもね、19個だったらなんとかね、グーってグーって言って20にしてほしかったですねね、なんとか、なんとか、もう1個ぐらいこうギューってなるのがあってもいいかなっていうぐらいでね。ケンタロウさん、埼玉出身お、あれだけど何か、ちょっとおぎやはぎチックな感じでなってますね。あ、佐藤さんどうもこんばんは、マオトちゃんです。ね、今週もよろしくお願いいたします。ね、一力さん、お、おどうもマオトちゃんです。よろしくお願いいたします。ね、ちひろさん、べしゃくり来るのかと思ったね、言ってました ね、 ね、全然まことちゃんは大歓迎でございますね。これでね、ちょっと陸王の話できたらいいかなとね思ってますけどもね。埼玉県のさん、そうかそうか、そうかしいいですね、まず一発目のジャブね、はい、来ましたよ、ね、もうそろそろこれに対して返しが多分爆さんが来るんじゃないのかなっていう、爆さんのこのあれを待ってますけどね。千尋さん、一力さん、べしゃくりからのオファーがなくていや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 、もうこっちはもう全然もういつでもオファーな状態ですから、もうオファーし続けてますよ、ね、出っ放しですね。一力さん残念いや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 、まあでもね、まあできれば一回はちょっとね、なんかこのプライベート的な感じでね、ちょっとね、お会いしてからの方がいいのかなっていうね、ちょっと思ったりもするんですけどね、いきなりね、この番組のところで初見でね、いきなりこう、あたふたしそうな感じで、意外とまことちゃん人見知りなので、ね、ちょっとね、お互いちょっとね、びっくりしちゃうんじゃないかなっていうのはあるかもしれないんで。千尋さん、オファーお待ちしてますよ。いや、全然もう、ね、オファーし続けてますから。ね、埼玉健太郎さん、やさぐれてやる。千尋さん、今日築地行ったのに、事務所の近く行ったのに、あら、言っていただければね、まことちゃん、今日はずっと家で撮りだめてたビデオを見てましたから。ね、なんだ、言っていただければね、築地観光をね、できたかもしれないのにね。いや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 、ケンタロウさん、やさぐれるぞ、あるかどういうことですか
ケンタロウさん、どういうことですか。チルさん、僕も人見知りです。いやね、こうだからこのアメトークさんでもやってましたけど、人見知りと人見知りがこう合うと無言な時間が流れますからね、オードリーの若林さんじゃないですけども、何かを見るとか、ね、そういう感じになっちゃうので、だから一回ね、だから本当に今日そのね、築地でお会いできたらね、いいかなっていうね、あったんですけどもね、まあ、また次回、ね、よろしくお願いいたしますね。全然べしゃくりには出ていただいて構わないので、全然ね、だんだん一力さんもね来ていただいてね、みんなでここで一力さんのラーメンすすっても全然いいんじゃないかなっていうね、っていう思いでおります、ね、さあね、ということで、まあね、千尋さんと、一力さんにはですね、まあ、もう申し訳ないでございますがですね、先日、誠ちゃんですね、先週言ったかと思うんですが、スノーボードのね、インストラクターの実技検定の方、受けてまいりました。もうね、さらっと言っちゃいます。落ちました、ね、ね、あと3点足らずでね、まあ、3点つってもね結構でかいんですけどもね、残念ながら、受かることが、できずね、せっかくね一力さんからね、みさんがのお守り、一力さんからね、必勝のね勝負のお守りをいただいたのにもかかわらずね、その期待に応えれなかったということでですね、ね、大変申し訳ございませんでしたね。いやーね、まあ練習不足とね、いかに運動を理解していないかということでね見事落ちましたということで、なので、あと1回、4月に、頭にあるんですが、そちらに今度はね、向けて、ラスト1回ですね、今シーズン、頑張りたいなと思っております。ね、次こそは、このねお守りの力をね、発揮できればいいかなと思うんですけどね。斉藤健太郎さん、何の恨みはないが、しゃべべしゃくり侍お前を切る、おおおや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 健太郎さん、やはりね予想してたんですかね。ケンタロウさん、神頼みはダメやなって、まあね、まあまあまあそこがね、いけなかったのか。まあでもね、正直もう自然相手ですからね、前回も言ったように、ね、やっぱちょっとね藁にもすがる思いじゃないですがね、まあね、どうしてもね頼ってしまいますよね。もうなんかこうあのね、まあ、ちょっと皆さんイメージできないと思うんですけど、もう本当ね、インストラクター同士は意外と仲いいんですよ。ね、仲いいんですけど、やっぱりこの、検定ってなった時に、ね、ゲレンデの検定バーンの上の方でね、もうみんな、こう、ひしひしと、ね、このね、スキー場の BGM しか流れない。もう一切、もう一切合切インストラクターみんなもうずっと、もう一点はもう検定員を見てずっと黙って座ってるっていうね、あの重い空気ね、なかなかですね。なのでね、どうしてもね神様にお願いしちゃうね感じになってしまうんですよね。千尋さん、誠ちゃん、落ち込まないでとありがとうございますね。4月の試験もあるならそこで頑張ってと。そうですね、もはやここにね、全てをねこうぐわっと、ね、持っていくしかないんですけど、まあそもそもね前回の検定でも全てをね持ってきなさいって話なんですけどもね、一力さん、誠ちゃん残念と娘と気にかけてましたよ、ラストチャンスも全力でいきましょう、 ありがとうございますね。ぜひともね一力さんと、かのんちゃん2人で、どうぞ元気を誠ちゃんに分けてくださいね。元気玉じゃないですけどもね、ね、
絶賛元気を募集中です、ね、よろしくお願いいたします。千尋さん、僕は応援してます。いや、ありがとうございますね。もう千尋さんももうそろそろあれじゃないですか、マラソンじゃないですか。あ、もうでもマラソン終わったのか。もう東京来たってことで、マラソンやってからの東京ですよね、確かね。違ったかな、あれ今週あれあでしたっけ、ですよね。一力さん、私も千尋さんとともに応援してます。ありがとうございますね。もう本当ね、一力さんと千尋さんのおかげでね、まあでもあの二方のおかげでね、そのさっき言った重い空気の中、別に、ね、その空気にやられることもなくね、まあ、自分の、ペースでできたから、ね、いいかなっていうね、まあ、楽しめて滑れたからね、多少はいいのかなっていう感じでしたけどもね。佐藤さん、お守りの効果も虚しく落ちる。いやいや、これからです。これからです。まあね、あの、健太郎さんが言うように、まあね、若干神様に頼りすぎた目が、ね、もしかしたらね、ちょっと違うだろ、お前っていう風になってしまったのかもしれないですけどもね。もうずーっと千尋さんの守りを握りしめてましたから。ね、ぐーって。ね、もしかしたらね、神様は痛い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 っていうね、のかもしれないですけどもね。ね、だ次はなるべく、もう、そーっと手を当てるだけにしときます。ね、千尋さん、陸王の小原部長軍にお伝えしました。僕は応援していますよ。ね、じゃあ、誠ちゃんもいつかね、一回、ね、R2 を募集されるんじゃないですかね。ね募集されてまた R2 が送られてくるみたいな、ね、そんな感じなんですかね。千尋さん、マラソン終わりましたよ。あ、終わりましたか。どうでしたか。ね、順位っていうほどでもないのか、時間、タイムですか。ね、5キロでしたっけ。まあ、だいたい普通でいけば30分、40分ぐらいでゴールですか。ね、ただまあ千尋さん初めてマラソンっていうね、マラソン大会に参加したんであれば、まあ1時間は切れたかな。ね、若いもんね、若くて1時間超えたらダメですね。お、小堀彩子さん、後ろの写真は家ですか。いやいやいや、まあ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 、まあ、確かに、まあ、家かなね。まあ、あのこのあのまあね、あの小堀さんとかね、まあ、さっきのあゆあゆさんとかね、まだいらっしゃるのかな。これ新しくリニューアルになってるんです、一回ね。でその前はね、また違う感じでやってたんですけど、その時の、ね、今まで頑張ってきたよっていう証的な感じかなっていうね。まあ一人ね、ここにちょっとあのお姉さん的なのがいるんですけど、お姉さんはまあなんかたまたまここに枠があったんでパコってね、ちょっとこう入れてみたっていう感じなんですけどもね。いや、そして初めて、まあ、初めましてね、ありがとうございますね。なんかこういうね、写真でも気に留めていただいてね。もういいぞ、本当皆さん、こんな感じでもうね、もう緩い感じでふわーっとふわーっとね、コメント投げていただけたらね、みんなでワイワイ喋れたらいいかなと思いますね。あやこさんもね、よかったらね、いつもだいたいこの時間に、こんな感じでね、ゆるりと、お話ししてますんで、よかったらね、お時間ありましたら、べしゃくり侍の方来ていただいてね、みんなと喋れたらいいかなと思ってますね。もういかにね、このもう普段ね、私コンタクトなんですけどもね、いかにもしないでゆるい感じでね、やってるかというこんな感じなのに、全然もうなんかね、まあ、緊張はしてないと思いますけどもね、なんかそんな関係なくもうふわーっとみんなと仲良くなる感じで、ね、コメントの方よかったらお願いいたしますね。千尋さん、先週の日曜に終わりました。無事完走しました。ああ、もうね、本当ね、良かったですね。無事怪我もなくね、千尋さんお疲れ様でございました。ね、共にお疲れ様でしたね。私はインストラクター検定、千尋さんマラソンね、お疲れ様でした。
ね、先週の日曜ってことは、18ですか。18ってことは私じゃあスキー場で滑ってる時に走り終えてたってことですね。はい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 。しかも練習した時よりもタイムも速くなってました。あ、じゃあいい感じで筋肉がついたのか、いい感じで体がほぐれてたのかもしれないですね。その発揮できたってこと、だいたいね結構、ギリギリまでやっちゃったりとかするとね、逆に乳酸とかね疲労が溜まっちゃっててなかなか発揮はできないんですけどもね。いやでもいいことですよね。千尋さん順位は30人中18位。まあまあでもまあ半分ぐらいですからね、一発目のトライアル、トライとしてはいいんじゃないですかね。だからこれが次ね、もうちょっと上がっていけばいいと思います。まあでも一発目で18で、しかもね練習の時よりも、タイムが速くなってスピードが上がってるってことは、僕はもうちょっとね練習したりちょっとだけね筋トレすれば、ね、10位とかでもうちょっといい感じになるんじゃないかなと思いましたけどね。千尋さん、記録は26分でした。26分ってことは、5キロ、まあ、大体4分半ぐらいですかね。あ、はい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 、十分ですよね。千尋さん、次は10キロに挑戦しますよ。おお大原さん、ハマってますね千尋くん、私は期待してますよね。ちょっと大原風に言ってみましたね。大原風と小籔さん風をドッキングさせたような感じでちょっと言ってみました。ケンタロウさん、ポほうほうほう、ケンタロウさん、ポポヨちゃん、お貯めてますよ。何でしょうね。千尋さん、まことちゃん、アドバイスありがとうございます。いや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 、これはでもね、もう私となんてアドバイスもうないようなもんなんでね、とりあえずもう千尋さんの頑張った、成果でございますね。なので、まあでももう5キロ走れば、まあ、10キロはもうね走れますから。だいたいね、僕も陸上、昔陸上部だった友達から聞いたりしましたけど、だいたいイメージとしてはですね、だいたいイメージとしては、まあ走った距離の倍ぐらいの距離はだいたい走れるようになりますからね。だから練習でまあ3キロ走れば、ね、実はまあ6キロぐらいまでは頑張れるよっていうね。なのでまあだから5キロ走ってれば、まあ10キロもねなんとか頑張れるんじゃないかなっていうね。まあその中でもね、まあ5キロを走ってたペースでいくとどうかってなるとね、やっぱ難しいので、そこはやっぱね、千尋さんの体と体力とね、まあ筋力的なものをね自分で相談しつつ、ペースを作っていけばね、まあ多分キロ5分ぐらいで走ればねいいんじゃないのかなと思いますけどね。そうすればまあそれでもまあね1時間行くか行かないかぐらいじゃないかなっていうね感じだと思いますけど。ぽよちゃんめっちゃ見てますよね。千尋さん、東京人多いですね、疲れた。浅草のどのあたりですか。もうあの外にいるんですかね。今日どこにお泊まりですかね。花屋敷行きましたね。浅草と言ったら花屋敷、清掃寺ね、あとはね、誠ちゃんは勝手に、まあこれ言ったらね企業の人にぶっ飛ばされますけどもね、あのね、金色のね、あのうんちみたいな形のシンボルのね、あれなんかあれビールだったっけ、なんかね、行きましたね。ケンタロウさん、シャキーン遊んでんな完全にこれポヨちゃんと完全に遊んでんなこれ。千尋さん、仲見世通りの近くです。おお、じゃあもう浅草のあの雷門とかあの辺りですね。仲見世通りね、夜でもねもう結構電気ついてて明るいんじゃないですか。いやまあでも今日は平日でも、もうさすがに10時だからもう暗いかね。あ、やっぱ撮りました千尋さんね、黄色いうんち。誠ちゃんはね、親からちっちゃい時あそこにね行った時に、あれ黄色いうんちだからって言われた時からもうずっと誠ちゃんの中では黄色いうんちになってますから ね、企業の皆様どうも申し訳ございませんね。
今後もおそらく誠ちゃんの中であれは黄色い、ね、うんちでいくと思います、ね、お石川五右衛門出てきたよ、ルパンのね、健太郎さん、つまらぬものを切ってしまった。ちょっと待ってください、ポイちゃん切りました、ダメですよ、ポイちゃん切っちゃったら、切っちゃったらダメですよ、ね、やめてください、ポイちゃんを切るのはダメです、ね、もうみかんが届かなくなりますんで、ね、大至急、大至急接着剤でパカッてこうくっつけてください、パカッて塗って、塗って、パカッてこうつけてください、ね、ね、大至急です、大至急です、ね、よろしくお願いいたします。さあね、ね、まあ、正直ね、ちょっとね、まだこう検定終わってからね、まあ、何日も経ってない状態なのでね、いまいちこうね、テンションがね、ちょっと上がらないというかね、まあでもね、上げないとね、もうなんだかんだ言ってられないのでね、雪もね、待っちゃくれないのでね、一応まだから、でも、あ、そうそう。なんか昨日すごい雪降ったらしいですね、こっちね、大丈夫でした、ぽよちゃんの地域とかね、箱根とかとんでもないって言ってましたもんね、10センチ20センチですか、ね、だから誠ちゃんもちょうどね、また別件のことで、まあ、年次講習っていうんでね、インストラクターのね、ちょっと勉強できる、まあ、研修とはちょっと違うんですけども、行ってきたんですけどもね、もうすごい大雪でね、もう3月なのにもうハイシーズンみたいな雪質でパウダーでねずっと降ってて20センチぐらい行ったのかな、まあ、15から20センチぐらいね、小倉穂高というところで、滑ってたんですけどもね、びっくりしましたね、でもまさかね、まあ、でも毎年だいたい春の春になるかけれのところで1回は雪は降るんですけども、ね、それがまさかね昨日だったとは、ましてはねあんなちょっとほぼ大雪に近いぐらいな感じでね、なんでまあもうこれ降っちゃったのであとはもうこの雪でね、よっぽど冬将軍がもう一度ね帰ってこなければ、終わるんじゃないかなということでね、昨日ねわりかしスキー場の方はねなんかそんなにこうあまあ降ってんのかみたいな、わあよかったよかったみたいになってたんですけどもね、まあ、帰りにね実家に電話したらあんた大丈夫みたいな感じでね血相変えたような感じでね母親はねこう言ってきて、ないないどうしたのっつって。こっち雪降ってんのよみたいな、みたいな、ね、でちょうどねその誠ちゃんもスキー場行ってたということで、まあ、東京にもいなかったので、家帰ってパッてつけたらねなんかもうニュースですごいことになってましてね、なんか車がいろんなところでぶっついてたみたいな感じでね、だから誠ちゃんもねだからもう降らないと完全に思ってたのでね、まあ、レンタカーでね完全にもうラジアルタイヤでパーって行ってたので、そしたらもう帰りももうチェーンも巻かないといけないぐらいの雪の量だったのにね、いやー人間慣れって怖いですね、行けるだろうっつってねあーじゃあねーっつって、まあ、パーって帰ってきちゃったんですけどね、まあ何回かタイヤねやっぱスリップして車こんなになってましたけどねやばいと思いつつもちょっと半笑いでちょっと楽しんでた自分がいたのがね、恐ろしいなと思いましたけどね、なのでまだまだねもう雪が降ることはないと思いますけどね、誠ちゃんの経験上ただね今年はまあちょっとね雪ラニーニャ現象でしたっけね、ちょっとね冬将軍とかね雪が多く降る年なのでね、まだちょっと気合は抜けないので、ぜひともまだね、チェーンを持ったりスタッドレスを履いといていただけたらね、安全かな、まあ、でもねスタッドレス履いてるからって言って全ては安全ではないですからね、誠ちゃんもねスタッドレス履いてて何回もスタックしてね、アクセル踏んでも坂道こうずーってもう落っこってくるっていう現象が、ねあったのでね、だからまあスタッドレスイコール安全ということはないですけど、やっぱ一番最強なのはやっぱチェーンですね、チェーンはチェーンでもあの鎖のチェーンが一番最強っすね、
もうあれ持ってたらもうバッチリですもう、うん、なので、もしねこれから今後ね、タイヤ、チェーンとかなんか考えてる方いたらね、鎖のチェーンを、持ってればいいと思います。鎖のチェーンを推奨しますね。千尋さん、お、明日はついに行田に行く予定です。お、行っちゃいますか、例の聖地へ。ね、ケンタロウさん、ベシャクリ侍を切ったの、ああこっちを切ったんですね。ああなるほどなるほど。いやいや大丈夫です。ビューってターミネーター見たく、液体人間みたいにビューって。マコトちゃんはそんな簡単に切れないですから大丈夫です。千尋さん、明日は初埼玉。おお、初だらけですね。いいですね。ケンタロウさん、抹茶くれない？ねだっちゃったね。千尋さん、昨日めっちゃ雪降ってましたね。昨日ほんとね、あっちの関西の方もやっぱ降ってたんですかね。でもぽよちゃんもね、今こちら雨でしたっていう言ってたんでね、まあ、西日本の方はそうでもなかったのかな。ね、ケンタロウさん、埼玉秩父飯能市は雪降った、まあ、あっちは多分降るでしょうね。特に秩父はね、だって八王子とかもガンガン降ってたって言ってましたもんね。まあただでも奥秩父っていうか、あの辺なんかね山あるんで、あそこを挟んでやっぱ八王子は降るけどもね、秩父とか反応は降らないのかなっていうのはあるのかなと思うんですけど、まあ、でも降ったんじゃやっぱあの辺一体ドカッと降る感じなんですね。ケントロさん、太陽の塔を見るかな。いや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 、もうちょっと頑張って頑張って、ね、こっちですこっちです、ね、よろしくお願いします。ゆかこさん、あこんばんは、こんばんは、まことちゃんですね、お待ちしてましたね。今日は食器大丈夫ですかね、洗ってますか、こうね、こうね、かまあいっそのことね、食洗機なんかでパンパンパンってやってガチャンってやってピッて、ねやったらいいかなと思いますけどね。千尋さん、行田のおすすめのスポットを教えてください。埼玉健太郎さんは、復活太陽の塔を見ていいかな。ダメですダメです、見ちゃダメです。千尋さんの、そうですね、行田のおすすめスポット、あこれでもあれじゃないですか、一力さんとかに聞いたらいいんじゃないですかね。まあ、でも一力さんコーンロスだからね、あれなのかなね。おいおじさんおいおじさん、何でしょうこれはね。はじめましてね。英語で攻めてこられるとね、まことちゃんちょっと弱いので、できればひらがなでお願いします。おじさんでした、ね。千尋さん、火曜から東京にいます。結構いますね。火水木金、何泊ですか。4泊5日ぐらいするんですかね。え、今日じゃどこ泊まるんだろう。浅草の近辺でとか、カプセルホテルみたいに泊まっていく感じなんですかね。まあでもさすがにこの時間だともう行田の方、まあ行けないことはないか、行けないことはないけど泊まるとこないかね。佐藤さん、関西は雨降ってました。いや、雨なんですね。千尋さん、関西は雨だったと母親が電話で言ってました。あ、じゃあやっぱ向こうは雪じゃなくて雨だったんですね。一力さん、べしゃくり見たようで、ソフトドリンクサービス結果発表、おお、やってましたね。ね、パッツァーソンでしたっけ、なんかね、一人ね、答えてくれたけど、外れてたっていうね、ありましたけども。どれぐらいなんだろう。でも、ね、でも先週言ったように、まおちゃん、1人ね、1人来れば OK、2人来たらもうラッキーですから。ね、まあでも、明日ね、行田行ったら一力さんのとこ帰り寄ってくればいいですからね。埼玉県道さん、今見てますよ、太陽と。いや、見ちゃった。
大至急消して電源ね、あはあは冗談あごめんなさい、なんてお読みしたらいいんですかね、これ。ファー日本の方なのかな、ごめんなさいね、ほんとね、誠ちゃんね、英語弱いんで。ね、ありがとうございますね。ゆかこさん、ああ、終われ、早く終われ、春休み。なんですか、お子さんですかね、家の中、にぎやかで大変な状態ですかね。まあ、でもまだ春休みなんですね。あ、今春休みか。4月の頭ぐらいまでですもん ね。さ、この間卒業式終わってみたいな感じですもんね。千尋さん、太陽の塔見ていいですよ。いや、ダメですよ、千尋さん。ダメです。ね、あ、じゃあだから、半分太陽の塔で、半分ベシャクリね。なんかほら、テレビである親画面、子画面みたいな感じでね。ベシャクリの方を親画面にしてもらって太陽の塔を子画面にしてもらえばね、いいかなと思ってます。ちびさん5泊6日ほぼ1週間ですね、すげえな。で、ケントロさん埼玉県の、メガジ10万石まんじゅう、あ、ね、買ったらいいですよ絶対に、ね、あの日本酒も出たって言ってたんでね、千尋さん、健太郎さん、復活した太陽の塔の素晴らしさをご覧ください。横さん、お、一銀さん、結果いかがでしょうか、健太郎さん、落ちる。千尋さん、一力さん、教えて。一力さん、誠ちゃん、ゼロ。残念。まあまあまあね。まあ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 。まあ、ゼロ普通っすよ。でね、まあまあでもこれをね、ここでめげずにね、また次回もね、ちょっと一力さんに協力していただいて、なんかね、こうやっていけたらいいかなと思っております。いや、まだ誠ちゃんは諦めてませんから、ね、明日だって千尋さん、ね、行田の方行くんだもんね。だから帰りに、帰りに鴻巣の一力さんのラーメン屋さんに寄って、行けばまず一票。そして、あそこ行こう、千尋さん。レストラン三好さん行こう。ね、平日、明日平日だもんね。ランチやってるんで。ランチ行って食べた方がいいですよ。ね、めちゃうまいっていう評判ですから。誠ちゃん行けなくてね、まだね、ちょっと行きたいんですが、先に行って堪能するといいですよ。ね、そこにね、あの、戸塚せんべいさん、隣がね、せんべい屋さんなんですけども、あの陸王のね、陸王でも、何でしたっけ、あの志垣さんじゃなくてね、源さんね、源さんがね、なんかあの銀行かなんかに差し入れするっていうんで、使われた小道具というか、食べ物がその旅のやつですから、おせんべいね、行ってみてくださいね。一力さん、行田のおすすめ、陸王の、聖地巡礼かな。あー、なるほどね。はい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 。健太郎さん、ミラーリング対応してないし、どういうこと？ミラーリング何？どういうこと？ね、もう完全に健太郎さんは、太陽の塔を見ちゃってますね、これ。一力さん、先日三好さんのお客様が一力にいらしてくれましたよ。おお、すごい。なんでだろう、やっぱあれかな、陸王関係なのかなね。いや、これでこれでべしゃくり侍がって言ってくれてたらすごいだろうな。ね、でもべしゃくり侍見てその人たちが来たならば、間違いなくべしゃくり侍見ましたよって絶対出るはずだからね。だからまた関係ない人なんでしょうね。ちひろさん、フォーミーアワルディンさんかな。ありがとうございます。アワルディンさん。アワルディンさん、合ってますか、ね、合ってますかって、ちひろさんがね、ちひろさんがこう言ってくれたからね、あれなんですけども。ちひろさん、太陽の塔大好き。いや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 。いや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 。ね、まあ、あれじゃないですか。
ね、まずレストラン三好さん行って、ね、じゃあ明日の千尋さんの予定、ね、まずね、お城行きましょう、ね、お城行きの、まあ大体ね起きて、お城行けばお昼になるのでお昼は、そうですね、まずね大体まあ起きていけば、まあね、一力さんも言ったようにね、ここ行って、まあね、宮沢社長のようにねぐるっと外を走ってもらえれば大体起きるようになるので、そしたらそこから、行田市駅の方ですね、私鉄の方ですね、の方に歩いてってもらって商店街ですね、レストラン三好さんで、毎週変わる、限定のランチを食べましょうね、ね、でそしたら、隣の、戸塚せんべいさん行きましょうね、ね、この戸塚せんべいさんあれですからね、陸王の、モデルになった、おそらくまだ無敵かなんか飾ってあるんじゃないですかね、ランニング旅みたいなやつね、と、あとは、多分小ハゼ屋 あのレプリカの斑点があるので、とあとまこちゃん、まことちゃんが久々に、書いたサインが転がってるはずです、なので、よかったら見てみてくださいね、せんべいすごく美味しいんでね、あのね、まことちゃん意外とねザラーメとね、胡椒がついてるのと、一味だったか七味唐辛子かなんかのせんべいが意外と美味しいです。一力さん、三好さんがツイッターで一力を宣伝してくれた、あら、これじゃあもう絶対行くしかないですね、三好さんともね。健太郎さん、オールナイト富士懐かしい、懐かしいなそれはね。小南月さん、配信の、服決まってるの？いや決まってないです佐藤さん、まこちゃん髪型変えました。いやこれね、単純に髪の毛伸びてきて、まことちゃんね髪の毛重いんですよ、剛毛で、なのでもうねここまでね伸びちゃうんでね、ワックスでね立たなくなってきちゃうのね、まあでもちょっとね今日はどうですか、ジェントルマンっぽくてね、ちょっと大学生っぽくちょっといけるかな髪型は変えてないです。これは単純に何もしてない状態です。ワックスとか何もつけないとこんなになってます。であとはもう多分本当ね、最近スノーボードのその練習ばっかでニット帽ばっかかぶっちゃってるから、もうこういうもうなんかニット帽みたいな髪型になっちゃってるんですよね。だからニット帽みたいになっちゃってるんで、ね、なのでね、こんな感じです。一力さん、三好さんの隣の戸塚せんべいさんに誠ちゃんのサインあるはず。あれ一力さんも言ってますか、戸塚せんべいさん。ねえ。小南月さん、津川警部。健太郎さん、落ちるかな、落ちちゃう、いやいや。小南月さん、誠ちゃんせんべい。あ、作ってほしいですね。ねえ。健太郎さん、落ちていい。ダメです。ダメです。千尋さん、まことちゃんのサインを見つけたらツイッターにあげますねいやまあね、恥ずかしいねあれね、うん、ねあれでも本当久々にあれ、もう本当戸塚せんべいさんのおかげで、あ、ちゃんと自分のサインを、作らないとダメなんだなっていうふうに思って頑張って作りましたからね。あれは本当にだから、どっちかというとね、まことちゃん自動演劇をやってたので、そっちの時に使ってたサインなのでね、なんか知らない間にね、まことちゃんの同級生もねそこをなんか訪れてたみたいでね、千代さん、はいはい、イケメンイケメン棒読みね、健太郎さん、見えねえ。なおさん、初見です。 ありがとうございますね、まことちゃんです。
はじめまして、よろしくお願いします。べしゃくり侍というね、まあみんなでね仲良くワイワイにぎやかにね喋ったらいいかなっていう感じで毎週木曜日この時間10時から、1時間やってるんですけどもね、なのでよかったらね、また次も、やりますのでね、もう全然緊張とかも何にもいらないですもんね。気になったこととかね、なんかこう最近こんなことありますねみたいな、もう緩い感じでふわーってね、ふわーって投げてもらえればね、全然いいのでね、どんどんコメントの方お待ちしておりますね。ケンドンさん落ちちゃうです。コナンズキさんありがとうございますね。まことちゃんに、財布誰かプレゼントしてあげていや本当財布は欲しいっすよね。もうボロボロなのでね、もうねもうガッバガバね。コナンズキさん財布は春に買うのがいいから。え、そうなんですか。財布が春から春にか、あ、そういうのがあるんだ。あ、これはいいね。でもね、まことちゃんね、財布ね、いつか買おうかなと思って、でもね、財布のこの買うタイミングがなかなかね、わからなくて。あ、これはいいこと聞きました、コナン好きさん。ありがとうございます。ね。やっぱ、あれなんですか？ちょっとすごくいやらしい話になってしまいますが、財布とかもやっぱ、まあ、自分で買うよりなんかこう誰かからいただいた方がいいんですか、ね、なんかお守りはね自分で買うよりもね、いただいた方がご利益があるっていう風に聞いたんですけども ね、千尋さん次はどこ行けばいいですか。ああ、そうですね、そうでしたね。戸塚せんべいさんね、戸塚せんべいさんに行ったらですね、まあもうね、さっきレストラン三好さんで、ランチを食べお腹いっぱいになって、その隣のせんべい、戸塚せんべいさんでせんべいでちょっとさらに小腹デザート的なのを食べて、じゃあちょっといい感じだからお風呂入りに行きましょう、ね、これまことちゃんがですね、初めて、ね、クランクインした時に初日に泊まった、古墳が近くにあるんですけども、まあ、多分これ多分一力さんとか知ってるかと思うんですけどもね、あれです、チーム陸王で、シティマラソンを走った回覚えてますか、千尋さん。ね、坂本ちゃんがどえらい走り方をしたあの回です。覚えてますかね。あの、あれを走った古墳があそこじゃないかな、確か。違ったかな。確かそうだと思うんですけど。確かあの辺多分ロケのあれがあるんですよね。なので、そこの近くにですね、銭湯というか、まあ、大浴場風呂があるんですけども、ホテル一緒に泊まれるところもあるんですけど、そこに行ってお風呂入りましょう。でタイミングが良ければ隣で、あれです、大衆演劇もやってるんでね、見れますよね。ゆかこさん、千尋くん行田に行ったなら、これあ、はい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 、バスローブのあれですね、あの監督と、平瀬さんの、ね、お別れ会での話のあれですね、こう背中でこうタオルスパーンってやるのがあれねいいかもしれない、ね、そこでもいいですし、さっきまことちゃんが言った、お風呂ですね、あれなんだったっけかな、モロの湯だったっけ、何だったっけかな、そこ。あれ、モロの湯だったかな。一力さん、これで合ってましたっけ、ねえ。これで合ってましたっけ、モロの湯でしたっけ、あそこ。ねえ。小夏月さん、おみくじは利き腕じゃない方で引くのが正解。冒険さん、餃子って言ったらゼリーフライじゃない、あまり美味しくないけど、あーゼリーフライ私たちも出ましたね、確かに、ゼリーフライね、あでもゼリーフライって生って結局ゼリーフライになったんですよね、あれね、なんかゼニーフライゼニーなんとかっていうのをなんか言っててそういう風になったみたいなこと言ってましたけどね、
出ましたよ。私たちもね、あのお昼のケータリングの時にね、出ました出ました。一力さん、そうそう、あの周りをチーム小畑屋さんは走ってましたね。そうなんですよね、ちょっとね時間経過があったんでね、あのシティマラソンのバトンっていうかね、タスキをかける時はね、まあ、ちょっと皆さんの利口好きを壊してしまうと申し訳ないかもしれないんですがね、明るいんですが古墳の周りになるとちょっと夕方っぽくなっちゃってるところがありまして、多分そこがその銭湯もお風呂の近くなんですけどもね、いろんなお風呂があるんですよ、ここそこ確か、ね、小南月さん、中身が春っていうので春に買うのがいいから、あーなるほど、一木さん、あ、もみの湯、そうだもみの湯だ、もみの湯、うん、もみの湯、千尋さんお風呂か一力さん違います、惜しいな、もろともみ似てない、でも一文字合ってましたもんねね、ああとはそのもみの湯の近くにあれです、コハゼ屋の、あの工場、モデルになった工場のロケ地があります、何工場だったかなあれは、あるんでね、もしそこのなんかね、まあ、巡礼的になっちゃうかもしれないですけどもね、もしそこのなんかあのね、コハゼ屋のあの工場があるところに行かれるんであればそのあたりも寄れるのでね、まあ疲れたなと思ったらちょっとザブンと入ってもらえればいいかなと思いますね。なおさん、ありがとうございます、新しく買ったスニーカーが歩くたびにキュッ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 泣きます、どうしたらいいですか、ほう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 、あ、これキュッ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 泣くっていうのはあれですかね、やっぱこのスニーカーの底、ソールというかがこの外のアスファルトとかでやった時にキュッ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 っていうことですかね、それとも単純にこの靴が中に入ってこう靴下と何かでこう擦れてキュッ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 なんですかね、まあでもまあ多分おそらくはスニーカーの底ですよね、普通に靴を買って、まあ歩った時に地面とでのあれですよね、キュッ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 ってことですよね、これ多分ちょっとこれ誠ちゃんの経験上というかになってしまうんですけども、まあ新しく買った靴とかって大体ソールって結構あれなんですよね、まあ、ちょっとコーティングされてるので、それを、ザラつかせれば、大丈夫かと思います、なんかあのオイルというんではないんですけどもニスっていうんじゃないんですけども、あの物によってはゴムのところにちょっと薄くのりっぽいようなフィルムというかコーティングされてるんですよね、まああのタオルとかでいうよく何ていうんですか、洗濯のりでね一回こうバリバリに綺麗になってるっていうんじゃないですけど、見栄えを良くするためになってるので、まああのどっかベランダとか、なんならあのヤスリのねすごい仕上げ用の1000番台1500番台っていうんじゃないですけども、ザラザラしないやつでそこをザーってこすってあげたりすれば、取れるので、そうするとゴムの、底のゴムがこうギザギザになるので、こうちょっと雑にかきますよ、ね、まあ要はあの経験上ですよこれね、あくまでも専門家ではないのでまあスニーカーの底をまあひっくり返して、こっちがまあ地面とつく方ですよね。で、ここにですね、さっき言ったように、なんかまあ液体というか、ね、ちょっとコーティングしてあるんですよ。そうすると見栄えが良くなるようにね。そうするとここがまあある程度ほぼほぼフラットになってる状態で、ツルツルになるんですけども、だからこれを取ってあげちゃえばいいんですよ。ね、こう、これを。だからこれを取るときにあの床でグリグリグリってあの茶碗の底がねこうやるとこう傷つかないみたいじゃないですけども、かヤスリでガガガガガってやるとこの膜が取れるので、はい、そうすれば多分おそらくほぼほぼならないと思います。ただまあね、それか入ってデパートとかああいうねなんか綺麗な光沢のとこ行ったらもしかしたらなっちゃうかもしれないですけどね、
だから車のタイヤもそうですもんね。買ったばっかのタイヤってやっぱ本領発揮しないので、まあ、大体100キロぐらい走らないと本来の、タイヤの、下地というかね、あのゴムにならないのでね、なのでよかったらちょっとね試してみてください、なおさんね。まあね、何のスニーカー買ったんですか。ナイキですか、ね。コンバース、コンバースっていうのかな今ね、プーマ、アディダスね、ちょっと気になっちゃいますね。ちぎるさん、お風呂は検討してみます。検討してみましょうね。もみの湯は検討してみます。検討しましょうね。一時期さん、コハゼ屋の工場はイサミコーポレーションで出てくるはず。イサミコーポレーション、これはあれじゃないですか、最後の英語の第二工場の方がイサミじゃないですかね。あそこ の通りのところにある綺麗な工場の方ですよね、一力さん確かね。違ったかな。千代さん、ただいま、映像、時刻22時49分です。ありがとうございますね。なおさん、妖怪の仕業かと思いましたいや、それは否めないですよ。あるかもしれない妖怪キュッキュッキュが多分なんか言ってるかもしれないですね。常にスニーカーの下にこういてこう鳴るようにこうなんかこうヤスリみたいな攻め台みたいなのをこう塗ってるかもしれないですね。ちぎるさん、今日はいろんなところに行って疲れた。詳しくはこの後ツイッターでお伝えいたします。おお、なるほどなるほどね。ちひろさん、ファミコンとかやるのかな。やるんだったら、もしあの行田に行ったらめっちゃレトロなファミコンショップあるんで行ってみてください。多分まほどちゃん一回多分ねツイッターで上げてるはずなんですよね。レストラン三好さんとかあの辺行ったんだったら行ってみてください。めっちゃ古いファミコンカセットとかが4000円とかで売ってたりしますから、ちょっと行ってみてくださいね。もうまあもしファミコンとかね、スーパーファミコンとかメガドライブみたいなね、ああいうのやってたのならば行くと意外と面白いかもしれないです。その当時のポスターとかも貼ってあるんでね。佐藤さん、告知の時間となりました。そうですね。一木さん、イサミコーポレーションは古い工場、あ、そっちなんだ。じゃあ、新しい方は何なんだろう。あれ、あっちのイサミじゃなかったかな、違ったのかな。さすが、陸王、見てるだけありますね。まあ、陸王出てた誠ちゃんがトンチンカンですからね。まあまあしょうがないですよね。誠ちゃんグランドしか走ってないのでね。まあ情報はなかなか入ってこないですね。千尋さん、東京在、滞在してる間に誠ちゃんに会いたい。会いたいっすね。会ってみたい。だから本当に今日ね、だから絶好のチャンスでしたよね。だから誠ちゃんがね連絡しとけばね、会えたのかなと思いましたね。だから孫ちゃん意外とねこれ始まる前はね、まあ結構最近は結構になっちゃってるんですけどもね、芝居のね、なければね、なんかその辺でコーヒー飲んだりとか、ね、あとは家でちょっとね、取りためてるドラマを見てるとかね感じなんでね。いや今日はね絶好のチャンスでしたね。すいませんでしたね。なおさん、こんな感じで大丈夫ですかね。スニーカーの謎は解けましたかねね。まあなおさんとしてはおそらく、ボケてこいよみたいな、ね、面白回答を、期待していたのかもしれないですけどもね。誠ちゃんね、いかんせん慣れてないもんで、ガチ答えをしてしまいましたということで、そこはね、次回までに反省したいなと思いますので、どうもすいませんでしたね。まあでもありがとうございますね。そういう感じでいいのでね、全然もうなんかこうふわっと来てくれればね、誠ちゃんも黙らずに済むかなと思いますね。わ、パンツさん、もう時間制、パンツさん、パンツさん
ね、待ってましたよ。ね、ハロハロハロウィーンってね、まだあと半年以上先ですよ。ね、でもこの入りはね、パンツーさんだからできることやとね。パンツーさん、時間だから来たよ。時間もう終わりですよ、終わり。あと5分で終わりですよ。ね、いや、まあでもありがとうございますね、来ていただいてね。ありがとうございます。さあね、せっかくね、ちぎろさんとかがね、時間を教えてくれたということなので、ちょっとパパッとね、告知だけをしちゃいたいと思います。ね、ありがとうございます。僕に呼ばれた気しました？呼んでましたよ、ずっと。ね、先ほどのナオさんとかね、まあ、千尋さんみたくね、まあね、こんなとこ行くんですけど、どういうとこ行ったらいいですかとか、ね、スニーカーの裏がキュッ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 してしょうがないみたいな、どうしたらいいですかみたいなね、そういうなんかこうね、テーマとか、なんかこう、あとはもう全然、最近恋したんですけど、どうしたらいいですかみたいなね、悩みとかも全然あったらね、こちらの方にね、番組宛てに、メール送っていただければご紹介できるかと思います。サムライアットマーク冒険王 .co.jp に送っていただければ、ご紹介できるかなと思います。まあ、こちらじゃなくても最悪ね、コメントの方に、ふわーって投げてくれれば、ね、ナオさんとか一力さんとか、ちぎろさんとかみたいにね、ふわーって投げてもらえれば、ね、全然もうみんなで解決しましょう。ね、全然お話できるんで、ね、よろしくお願いいたします。それとですね、まことちゃんツイッターをやっておりますので、よかったらフォローの方お願いします。ね、アットマークトッキーちゃんで検索していただければ、私の顔写真が出てきますんで、フォローの方お願いいたします。ね、まだあゆあゆさんとかいらっしゃるのかな、ね、あとなおさんとかね、あとはさっきの何でしたっけ、千尋さん何でしたっけ、さっきの方ね、言ってくれるのかな、ね、もしよかったらフォローの方していただけたら嬉しいかなと思います、ね、そして、ね、これもちょっと言っとかないとですね、来週、べしゃくり侍お休みになります、ね、なので次回がこれですね、何もとりあえず、予定がなければこちらですね、4月12日木曜日22時からの、オンエアになります、ね、なので来週はね、大人連中、再来週も休みなの、あれ？再来週？ 4月5日が休みです。29休みって言ったのと、あ、ごめんなさい、5日ですね、すいません、あ、ごめんなさい、来週は大丈夫でした、ごめんなさい、4月5日ですちょっと先になっちゃうんですけどもね、まことちゃんちょっとね、もう日付感覚ないんで、もう今週で、3月が終わりかと思ってました、来週は大丈夫です、ごめんなさい、3月29は大丈夫です4月5日だけがごめんなさい、お休みになります、ね、理由はですね、まあ、今年ラストの、第2回目の検定を、受けに行くということで、福島の方に前乗りしなくちゃいけないということで、ちょっとお休みになりますね、なので荒れてるな、これ大丈夫か、ね、大丈夫か大丈夫か、ね、なのでこれ気にしないでください、ね、また来週いますんで、ね、とりあえず来週はまだあります、はい、なので気にしないでください、ね、ということで、さあね、最後の最後でやらかしね、コメントの欄が大炎上してるということでね、いい感じじゃないのかなとということでね、さあ、じゃあね、今週もね、千尋さんありがとうございましたね、またから気をつけてね、観光を続けてくださいね、行田もね、気をつけて行ってください、里井さん、パンツーさんね、あとあゆあゆさんとなおさんありがとうございますね、一力さんもね、ぽよちゃんもバクさんもね、皆さん本当ご紹介できないですけども、
他のゆかこさんもありがとうございました。ね、パンツーさんまたよろしくお願いします。それでは、ね、あんちゃねかんちゃね話してきましたが、お時間でございます。